瀬海王医友藤佐藤です。それでは海王医の遊び方と貝殻の取り方を江戸時代の書籍に書かれた取り方で実際にやってみたいと思います。使用しているのは宮崎県日向産のハマグリです。ハマグリの貝殻は2枚貝です。外側の柄が同じですので、その特性を生かした遊びが貝王医です。貝王医は自貝と出貝に分け、自貝は円形に並べます。本来は1周目は12個ですけれども、これは撮影のために少ない数でやっています。自貝を円形に並べ終わった後、出貝を中央に置きます。この出貝と同じ柄の貝を周囲の自貝から探していくという遊びが貝王医です。同じ柄の貝が見つかったら貝を取っていきます。江戸時代の書物に記載されている取り方では、貝殻の、長い方と短い方がありますけれども、この耳の部分の長い方を自分に向けて、そして右手でこのようにすくいます。右手だけを基本的に使って貝を合わせます。出貝はこの部分を左に向けて、薬指と小指で引き寄せて右手だけで合わします。合ったら両手で分けて自分の傍らに置きます。このようにしてゲームを続けていきます。貝王医のご説明と貝殻の合わせ方でした。